い、皆さんこんばんは。さゆチャンネルのさゆです。はい、今日はね、私のお仕事の方のね、紹介をちょっとしていきたいと思います。私の、お仕事は、製造業ですね。前にもお話しした通りに、救急車、消防車、あと、東京ディズニーランドのね、ものもちょっとやってます。あと、なんだっけ、成田空港 の、 ベルトコンベヤーみたいなね、こう荷物置き場、あれこう流れてきますよね、あの部分のパイプの部分とかっていう感じのなんか話も聞いてますね。消防車の方はね、ライトがありますよね。ライトがあって、そのライトの周りの、この周りの辺の縁の辺をなんか作ってるっていうのをちょっと聞いたことがあります。詳しくそんなにはね、はっきりわからないんですけどね、だいたいそこら辺をやったりっていう感じ。消防署とね、救急車、あとは東京ディズニーランドはミッキーさんかな、ミッキーさんかなんかがこうパレードの時に踊る時の車の上に乗っけるこのパイプの辺をなんか作ってるっていう、社長曰くミッキーさんが踊るんだよみたいなこと言ってましたけど、なんかそんなところをのなんか作ってるみたいですよ。で、私のやってる場所はサンダーっていうね、サンダーっていうこういう機械があるんですよ。で、こう何ていうかな、畳1畳分の板っていうか鉄の板にかたどられていくんですね。こういう風にね、抜かれたところにちょっとバリンみたいなのがちょっと出ていくんですよ。くっついてるものにだいたいこういう端っこにこうバリンが出てきちゃうんですね。火花が散ります。すごくバチバチバチと火花が散るんで、それをかけてサンダーっていう機械ね、それをビーンってやりながら取ってきます。で、そしたら今度それをすごい大きいね、すごい大きい機械の中に、社長曰く何億とかっていう話をいつもしてますね、その機械の中に入れて1年半ぐらいしてたかな。つい最近今ちょっと異動になって、で、今の仕事は吹き上げ作業っていって、ある液体があって、その液体がちょっとね、手が荒れちゃうっていうことで、白いこう手袋ね、白い手袋をしてゴム手を二重にしてね、やらないとちょっと手が荒れちゃう感じで、その液体をつけながら綺麗に拭き上げていきますね。綺麗に拭き上げてって、それもね、薄いものからこう厚いもの、1ミリ、1.5 ミリ、3ミリ、5ミリ。で、厚いものだと9ミリ、12ミリとかあるんですね。拭き上げたら、今度はこの袋に入れるまでの、私は今お仕事をしてます。私なりの話し方でね、皆さんにね、わかるかな、どうかな。はい、そんな感じですね。はい、今日のね、動画はね、私のお仕事の方の紹介をちょっといたしました。はい、じゃあ今日のね、動画が良かったら、グッドボタン押してください。チャンネル登録もお願いします。今日はちょっとごめんなさいね。すっぴんなんですよ、すっぴん。ちょっとね、あまり近寄らないけど、今近寄ってましたね。700人やっとなったので、皆さん、あと300人頑張りたいと思います。皆さんよろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。